저장 한번 하고. 화장실 좀 갔다 올게요. 다시 가볼까요? 특기 중에서 출판이 있는데, 캐릭터별로 다른 책을 제작할 수 있는 슈퍼 특기입니다. 출판 레벨이 높을수록 성공률이 상승. 책을 라쿠르의 출판사에 팔면 인세로 포를 얻을 수 있습니다. 인세는 1시간 간격으로 점원에게 말을 걸어 획득할 수 있습니다. 라쿠르 출판사? 네. 결론은 여기서는 못한단 거네? 라쿠르라는 도시를 찾아야 된다는 거네? 지금이? 지금 맵에서 안 보이니까 언젠가 나오겠죠? 네, 언젠간. 전투를 하고 왔으니까 주인공들 장비 좀 바꿔줍시다.
불솜씨를 올려서 한번 지필 레벨을 올려봅시다. 꽤 세졌는데? 꽤 세졌으니까 난이도를 다시 올려보죠. 쫄리면 다시 내리는 걸로.
한번 싸우고 갑시다. 네.
뭘 올릴까나. 연극 아트 쪽을 올리고. 일단은 책부터 만렙을 찍는 걸로 하고, 너는 일단 놔두자. 놔두고 通行証を持ってこい。通行証って、これのことですか？おお、驚いた。立派に本物じゃねえか。当たり前じゃないですか。王様からもらってきたんだから。へえ、あんたら見た目によらずすごいんだな。 ところで、いつ出発するんですか？ああ、2月積み終わり次第出発できるぜ。じゃあすぐですね。お、よくわかんねえな。まあ待っててやるから、街の中でも見てきたらどうだい。 時間があるみたいだし、そこのベンチで少し休みましょう。びっくりしましたわ、レナ。大丈夫ですの？うん、平気。びっくりしたわ。まったく、最近の子供は謝りもせずに行っちゃうんだな。 레나, 아레, 사이후가 나이. 뭔데? 本当ですの? 기토, 사키노, 고도모노, 시와자다. 와카라나이. 도코카데 우토시타카모시레나이시. 데모, 본토니 이마노 고요가 무슨다노나라, 오시오키시나이토 이케마센네. 사가시테 타시카메나이토. どんな子だったかな。 小柄な男の子で、髪は青かった気がする。 確かにそんな感じでしたわね。 とにかく街の中を探してみよう。
さて、やっと捕まえたぞ。何するんだよ、話せよ。その前に、僕らから盗んだ財布を返してくれるかな。何のことだよ、知らないよ、財布なんて。本当か？嘘はついていないだろうな。クロード、別にあなたが知らないならいいの。でも私たちはね、お金がないと旅が続けられないの。どこかでお財布が落ちているの見なかったかな。え、たったのあれっぽっちで旅してんの。やっぱりお前俺無視하는데? 怒らないから教えて。お金を盗んでどうするつもりだったの？欲しいものでも何かあった？欲しいものがあれば何でも買ってもらえるよ。じゃあどうして？ふざね、ふざ。みんなをびっくりさせてやろうと思ったんだ。え？僕は何もできない金持ちの子供なんかじゃない。何だってできる海の男なんだって分かってほしかったんだ。それで僕らから財布を取ったのかい？다른애들한테인정받고싶었구나。みんなが僕のことをお高く泊まった金持ちの息子って遊んでくれないから。まいったね。어리면그럴수있지。뭘어떻게접해야지 とりあえず財布は返してもらおうかな。はい、ごめんなさい。さて、どうしようか。そうだ、このことは許してやるから、代わりに船が出るまでの間、僕たちにクリックの町を案内してくれないかな。主人公들상냥해。知らない町はその町をよく知っている人に案内してもらうのが一番だろ。そうね、クロード。もう甘いんですから。お兄ちゃんたちを案内するの？頼めないかな？ああ、やらせてよ。やってみたい。私はレナって言うんだけど、君の名前は？ケティルって言うんだ。私はセリーヌですわ。僕はクロードだ。よろしくな、ケティル。じゃあケティル、街を案内してくれるかな？任せてよ。揺れた？分からなかったけど。そうだお姉ちゃん。なに、ケティル。ここは噴水広場って言うんだよ。知っていた？でもちょっと聞いて。噴水広場はみんなの広場で、レストラン、洋服屋さん、いろいろなお店があるんだよ。そうなの。ケティルが友達と遊んでいる広場なんだね。아픈곳을찔렀어。
없는 건 안 사줘. 사람을 못 보던가? 気持ちの方が大切じゃないかな。ケティル、本当に僕たちと遊びたいの？うん。じゃあ遊びましょうよ。本当は私、一緒に遊んでみたかったんだもん。僕もケティルがどんなやつか気になってたんだ。よし、決まり。ケティル、遊んでこい。でも、お兄ちゃんたち。いいのよ。私たちは船に乗らなきゃいけないし。ありがとう。ケティル、こっちこっち。やっぱり子供はみんなで遊んでるのが一番だもんな。クロードって優しいのね。本当で見直しましたわ。そうでもないよ。それより僕たちの方はどうなったのかな。行ってみましょうか。お、あんたらか。もうすぐ出発できそうだぜ。本当ですか？いや、待たせてすまなかったな。しかし最後に荷物を一つ入れたいんで、あんたらも最終的な荷物のチェックと買い出しをしてくるといいだろう。わかりました。배는 못하겠구만.
見つかった。でも後の一人は分かんない。そう、お母さんは無事？奥様は地震が来る前にクリクを出ているので、おそらくご無事かと思われますが。ならよかったわ。お姉ちゃん。何？お姉ちゃんも助かってよかった。ありがとうね。よかった、船長さん無事だったんですね。ああ、奇跡もいいところだぜ。だが他の乗組員は全滅だ。あそこでうろうろしてるあいつを除いてな。船長이마지막까지남아야되는거아닌가？私も驚きましたよ。これからどうするつもりですか？船がなくなっちまったからな。何もできねえよ。あんたらに関して言わせてもらえるのならば、エル大陸に渡る手はないでもないがな。本当ですか？とりあえずクロス王の通行証をお返ししとこう。あんたらはそのクロス王の通行証を持ってラクール大陸を目指せ。そしてラクール王の許可を取れば、エル大陸行きの船も出してもらえるだろう。ラクール大陸。ちょっと遠回りだが、焦らずに行ってもらいたい。ラクール大陸に渡るには、クロス大陸の東の端にあるハーリーという港町に行けばいい。ハーリー。ハーリーですね。だがハーリーに行くまでにマーズという村がある。クリクではもう休めないから、マーズ、マーズでもう一度旅支度を整えるのがよかろう。マーズ、マーズですか。しかしこんなことになってもまだエルに行こうってのかい？もの好きだね、あんたらも。그러면은마즈로물상자가있네